鳥には言葉があった。単語や文章まで存在します。最新研究で解明された驚くべき事実、あなたにも理解できる鳥たちの言葉があります。なので最後まで聞いていただければ、バードウォッチングした時に、あ、こんな言葉喋っているんだっていうことが分かります。野鳥の鳥には、鳥の子供たちが言葉を学ぶ言葉の学校があることや、森の動物たちも便乗して鳥の言葉を利用しているという事実も分かってきたそうです。これは実は NHK のダーウィンが来たという番組で放送されたものです。それを私文章化して起こしましたので、ブログにも記載させていただきますね。鳥さんが言葉を使っている、しかも複数の言葉を混ぜて、こんなびっくり事実ありますかね。地球上では人間以外に言葉を文章化して喋る動物はいないと言われていましたね。単語とかね、ありますよね。ワンとかね、ワオオンとかね、意味があったりしますが、複数をつなげて言葉にするっていうのは人間に次いで鳥さんが初だそうです。すごい。シジュウカラ、ヤマガラ、コガラなどカラ類ですね、日本各地に存在します。冬の呼び声が聞こえてくる秋になると、複数のカラ類が集まって混群を作ることがあるそうです。混群とはいろいろな鳥類の群れが集まったものです。それぞれね、異なった地域で群れを形成して生息している鳥さんたちがピンポイントで重なる地点での生息地で混群を作ることがあるそうです。そのメンバーというのはヒガラやコガラ、シジュウカラ、ヤマガラなどカラ類を中心にして、たまにメジロやエナガなど約50種類もの異種が集まって30羽以上の群れになることもあるそうです。すごいですよね。この辺りってみんなスズメメになるのかな、金華鳥のおもちくんもスズメメですからね。言葉を使ってコミュニケーション。混群では言葉の単語、文章を使ってコミュニケーションをとっているそうです。ただ泣いているように聞こえるさえずりに耳を澄ませてよーく観察して聞いてみると、いろいろな鳴き声が確認できます。これは京都大学白眉センターの鈴木俊樹博士の研究結果となります。15年以上の研究結果の上、鳥に言葉のコミュニケーションがあるということを突き止めて、その言葉の意味を次々と解明してきた博士なのです。まあこの研究結果っていうのは中学の国語の教科書にも掲載されるほどだそうなので、目にした方もいらっしゃるかもしれないですよね。世界も大注目の鳥語の博士です。博士曰く、本当にいろいろな声を鳥たちは持っていると言います。しかもその一つ一つにちゃんと意味があるんだとおっしゃっています。それを研究して解き明かしていくことで鳥の言葉がわかるようになると言います。それでは鳥語講座基礎単語編レッスン1、混群で最も耳にする言葉、 DDDD。 これは小柄の言葉です。それでは言葉の使い方を学んでいきましょう。 DDD DDDD、 言葉を発すると小柄が移動していきます。すると他のシジュウカラや山柄も小柄の DDD を聞いて泣きながら移動していきます。小柄の
DDD を聞いてその後を追いかけていきます。コガラがやってきたのは松の木でした。松ぼっくりの中の種を食べているんですよ。そして他の鳥たちもコガラを追って松の木にみんなで集まって種をついばむのです。すごいね。コガラの鳴き声 DDD を合図に同じ場所に集まって食事を開始するんです。つまり DDD の意味は集まれという意味だったんですね。餌を見つけた時に仲間のコガラとかシジュウカラ、ヤマガラを呼ぶ時の声なんです。混群では誰かが食べ物を見つけるとみんなで知らせ合う習性があるのです。しかしここで素朴な疑問が残ると思うんですが、なぜわざわざ別種類のね鳥たちと混群を作る必要があるのでしょうか。簡単に言うと冬はいろいろと便利だからです。餌の少ない時期に互いに知恵を出し合う。冬の森の食べ物は少なくなる季節です。冬に食べ物を探すのは大変です。しかし混群だと高い木の上で暮らす鳥類や地面の近くで暮らす鳥類など異なる場所で食べ物を探す鳥たちが一丸となって互いに得意分野での食べ物の場所を教え合う。これが理由なんですね。え、お互いのメリットを持ち合ってお互いに教え合えば効率的に冬枯れの森で餌を見つけることができるのです。あともう一つ理由があります。それは外敵から身を守るため、木々の葉が落ちるような冬枯れの森では外敵など天敵に見つかりやすく、いろいろな場所に仲間がいればより天敵に気がつきやすい、異変に早く気がつくということから来ているのです。混群とは厳しい冬を生き抜くための小鳥たちの作戦だったのです。つまり混群の中で欠かせないのが言葉という情報交換なのです。しかし鳥種によっては鳴き声が違うため共通の言葉があるわけではありません。先ほど例に出した DDD という言葉、シジュウカラではジジジジ、ヤマガラだとニーニーニー、ゴジュウカラだとフィッフィッフィッ、そしてコガラだとDDD が集まれという意味となるんです。お互いの言葉の意味を理解し合うことで混群の中で会話が成り立っているんです。これってすごくないですか。言ってみればあなたが日本語や英語を話せてフランス語とかドイツ語とか韓国語とかね、全ての意味も理解しているっていうのと全く一緒ってことですよ。こんにちは、ハロー、ナマステ、ジャンボってね、いろんな国の人が集まってみんな母国語で話しているんだけども互いの言葉を理解し合っている、そんな状況が鳥たちの混群なんですよ。おいおい、どこまで頭がいいんだと、バイリンガルさんたちよと。鳥さんたちはすごいなと叫びたくなりますよ、ね、いや本当にすごいですよね。言葉を使ってお互いに情報交換をしている、ね、で今回はここまでにして、次回その言葉の単語を組み合わせて文章化して喋っていますよというお話をさせていただきたいと思います。
当に鳥さんの持っている能力っていうのはすごいですよね。